はいまず、ねここは脇本選手、浅井選手ねラインが出ましたね柴崎選手まで出てこの三者脇本選手に今日はね番手を柴崎選手がついて浅井選手が3番手回るってことですよね。まそれもすべて浅井選手の思惑通り後輩を前に回せてそう器を見せられて脇本選手が逃げたら 優勝も取れる出来だったでしょうね、うんうんそして平原選手が中断、まあ、平原選手の、ね、男らしいレースが見られると思うんですけども、うんうん、やはり平原選手も肉体改造してね、脇本当は秋元選手たちのナショナルチームの強さをレースで実感して、うん、肌で感じて、うん、トップスピードの強化、うんうん、脂肪を落として、体重を、ねはい、落として、うん、そして筋肉量を増やして。うん ナショナルチーム対策ですよね、そこだけに取り組んで、見事、やっぱり対応してきてますよね、この短い期間でね、それが平原浩太のすごいところですよね、その平原に望みを託して、諸橋恵ですよまたワンちゃんここね、来年のグランプリに向けて頑張りたいところですよね、そしてもう、短期ですけど、姿選手、一発が期待されますよね。本当レースの 選手ですよね、うん、まあその後ろに大谷祐選手、香川選手をつけて脇本選手に対抗するなら大谷祐選手しかいないというレースですからね、えー、ここはもう本当に大谷祐選手にどういうレースをしてくれるのか、うんうん、脇本選手相手に真っ向勝負するのかねね期待が集まりまりしたよ、ねうんはい、初手はその後ろに短期の清水宏人選手がつきました。うん まあここもン・ム選手もその気持ちがあったんでしょうね、大谷祐馬選手が崩すなら大谷祐馬選手だなっていう感じで、えー、とりあえずついていって、うん、もしだめなら切り替えて、うん、自分で勝負しようと思ってたと思うんですけど、まあ、それが気持ちが伺いえますよね、ここのね、えーうん、太田選手の3番手回りっていうのはね、はいはい、前からこれ脇本選手がね、柴、うんうん、崎選手、浅井選手を連れて、うん、平原選手が中断、うん、緊張感ありますよね、はい、そして短期のね、姿選手。 太田選手が抑えに行かないとレースが始まらないですからね、うここはもう青バンバックぐらいですかね、はい、おそろそろ緊張感が脇本選手もね、うん、車間を開けましたよね、このジェスチャーは突っ張る気がある車間の開け方。 でね大型スクリーンを見ながら後ろを見てもう赤羽になってしまったらもう秋元選手は突っ張りますよ、うんうん、ここはね菅田選手じゃなくてこの大谷祐選手も甘い、実に甘い、でしまいには最後まで下がっていったでしょ、はいうん、清水選手もそこはねもう見かねて前に行きましたよね、はい、平原選手はもう終始4番手、うもう平原選手がさら足で回ったらね、ね爆発力ありますからね。う この強い選手を前に置いてまんまとレースさせてしまった太田選手はちょっと課題が残りますよね、はい、もうどうにもならない、これは。うんもう、脇元選手が後は先行して、まくってくる平原選手の、ね、この爆発力、いいスピードしてますよね、はい、一瞬、これ、飲み込んでしまうのかなと思ったんですけど、えーね、柴崎選手もね、しば柴崎選手にぶつかり行くんですからね、うん気持ち強いですよね、それをね、もう冷静に見ていた浅井選手。う 普通についてるだけでも大変なのに三番手からの強襲ですよ。もう本当グランプリ王者のね、今回無冠でしたからね。ノンタイトルで臨んだこの競輪祭、手にしましたから、平成最後の特別競輪のね、あの競輪祭見事競輪王に輝きましたね。阿川選手おめでとうございます。素晴らしい。